では3つ目こちらです。じゃんじゃん、持ち寄りパーティーみたいに、はい、ということなんですが、はい、ラノベとしてですね、はい、お二人はこれからまあ2つの柱で中心にやっていこうと、はいはい、一つは今まで言ったように、うん、何か生活に不満があったりこういうものが欲しいっていう人のとこに行って、うん、一緒に何がいいか考えたり、はい、一緒に作ったり作ってあげたりっていうので、うんうん、出張ラノベですね。出張ラノベ一つ目、はい、はい、でもう一つは、はい、DIY 教室も始めてまして、いいですね、はい、それは先ほど言いましたけどメンバー3人おりまして、はい、宮大工さんがいるんですね、はい、何さんっていうんですか、村上さん、村上さん、庭の村上さん村上さん、村上さんお世話になってるんですけど、はい、最初は彼に私たちが大工の技術を教わるっていうところから始まってたんですけども、うんうん、それで本当に実際私たちも半年前まで工具握ったこともないし、うん、今も重いもの持てないっていう状態なのに結構できるようになったっていうのがあったので、うんうん、はい、みんなにもそういうなんていうんですかね、本当に楽しいことなんで、うん、できるようになる人が増えてほしいっていうことで、うん、村上さんが親方で、親方、私たちが助手っていう形で DIY 教室を今やっています。なんかそのこう宮大工さんが、はい、まあ、トップダウンで教えるっていう教室じゃなくて、うん、まあ、宮大工さんできる人と、うん、まあ、僕らみたいに、まあちょっとできるようになりつつあるような人たち3人でこう教えることで、うん、なんだろうな、より入りやすくなるとか、うん、初心者でも結構何がわからないのかっていうのも村上さんを教えて気づくことがあったって言ってくださって、なのでその感じで、まあ、どうやったらわかりやすいかとかを3人で練りながら教えていくっていうようなプログラムしてますね、うんうん、でまあ、そのなんかそこで、うん、習った人たちが、うん、自分で作りたいものをこう一緒に作りませんか、うん、とか言って、でその僕らとその、うん、作りたい人と、うん、で他のその興味ある人たちがこうみんなで集まって一緒にものを作れるようになると、うんうん、そう、仲間が増えると大きなこともできるんじゃないかみたいな想像もある、うんうん、だからその今こう衣食住の、うん、まあ、衣と食に比べて住ってこうすごくなんか、はい、大変なことっていうイメージが、まあそうね、衣食に比べるとね、あるので、うん、はい、まあ、ラノベとしては、うん、そうそう、衣食と同じような感じで、うん、そう、なので持ち寄りパーティーみたいに、持ち寄りパーティーみたいにみんなでワイワイって、そう、みんなでワイワイすればもうできちゃうんですよ、はい、そうなんですよね、だから新しいと思う、なんか DIY を、はい、一人で黙々とコツコツとやるっていうのは、うん、なんか、うん、まあ、やったんですけど本当にしんどくて、結構 DIY 打つという言葉もあるみたいでもう本当コツを覚えるっていうのが一つと、はい、あとみんなでやるっていうのがやっぱポイントなんですね、うん、やっぱ楽しくないと続かないですしね、だし続けてることでできるようになるので、うん、本当にそういうプロセス大事だなと思ってて、うん、そういうふうに教室やりたいです。なるほど、お二人の話聞きながらよくよく考えてみたらちょっと話戻すようでなんですけど、はい、お二人その建築設計、まあ、線引いてたけど、そうなんです、 DIY ってあんまりやったことなかったの。そうですね、全然違う仕事なんですよ。そうなんですね、素人から考えるとできそうな結構そっか、そういうことやってなかったんですねみたいな話が結構あったり、やっぱりやってること自分の普通だと思ってることでもそこを知らないでやってたんですかみたいなこともあり、うん、やっぱり自然なのは作り方も理解してて、うん、はい、自分でもやれるっていう状態でものを考えるっていうのが一番合理的にも考えられるし、なるほど、まあ、本来の姿になってきたんじゃないかなっていう感じがします。頭に思い描ける人が実際形にできるって、これ面白いんでしょうね。お二人が一番面白いんじゃないですか。それが本当に面白くて面白くて、ね、もう勝手に全部作り始めちゃったんです、うん、そうなんだ面白いですね。でもその設計の方 の, その自由な発想とかアイデア、うん、おしゃれに
使いやすくっていうところを、あの少しでもこう形にできる、実際それをこう使える、自分家で使えるっていう人たちが増えてくるって、うん、すごく楽しいことですよね。いやそれで人の暮らしをワクワクするものでしたら、うん、本当本もですよね、うんうん、そうですねラララですね、ラララララララ、テーマソング作れそうだな、赤塚先生に許可をもらう、ほうき持ってできる、なんか違うもの持ってレレレだから、ね、あ、そっかそっか。失礼します。分かってない。そういうところあるんですよ。ね、とてもいいコンビだなっていうところもちょっとやってみたいな感じつつですね。あのこんな素敵なあのおしゃれな夫婦が札幌でどんなあのイノベーションじゃないラノベーションをね起こしてくれるのかなっていうところ、とってもあの今日は期待でいっぱいになりました。これからもどうぞご活躍ください。ありがとうございます。はい。ということで今日のゲストは一級建築士事務所三木佐藤の、三木真由子さんと佐藤圭さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。